マツマニーリサーチ。今回のテーマは逆数の和です。整数方程式 x 分の1 y 分の1 n 分の1を満たす整数 x, y の中で最も大きな整数は何になるでしょうか。最大解を求めていくと解には特徴的な整数が現れてきます。 そんな逆数の和に関する最大解を考えてみましょう。方程式 x+y=20 分の1プラス1、y、分の1イコール1 20分の1を満たす整数 xy の中で最もの小さい整数と最も大きな整数は何でしょうか答えは20 420 20分の1プラス20分の1 1分の1 1となるときの解。 21と420が最最もも小さい解解とと大きな解となります。このように逆数の和が与えられた時の解の中で最小最大となる整数について考えてみましょうでは整数方程式 x+y=n 分,分,分の1を満たす整数 xy を求めてみましょう n の値を変えて解を求めてみます。 計算して表にすると、次のようになります。では、未知数を3個に増やすとどうなるでしょうか。次の整数方程式を考えます。また、円の値を変えて解を求めると、次の表のようになります。さすがに手作業で計算するのは大変ですが、頑張ってみましょう。未知数が多くなると解を求めるのも一苦労です。 階の中の最小値と最大値を求めたいのですが、この2つの値は組になって現れているのがわかります。よって階に出てくる最大整数を求める問題として考えていきましょう。例えば表の n イコール3の時の階を見てください。21個が並んでいますが、一番最初の43、156の156が階の中で最大です。 このように一般の円の値に対して未知数が m 個ある時に解の最大値がどうなるかを考えていきましょうでは次のように問題を変えてみましょう自然数 m 個の自然数の逆数の和が n 分の1になるとしますこのような m 個の自然数の組が複数組あったとしてそれら全ての自然数の中の最大の自然数 mm を求めなさい では具体的に式で表現してみましょう。mn と ak を自然数とします。この時次の等式を満たすとします。この整数方程式を満たす解 x イコール a1a2am が存在するのでしょうか。またそのような解 x が複数あった時に現れるすべての整数 ai の中で 最大の自然数 MM は何になるのでしょうかでは少しずつ考えていきましょうまず M イコール1の時を考えます A1 分の1イコール N 分の1なので A1 イコール N となるので M1 イコール N となります次に M イコール2の時を考えます 1> A 1分の1プラス A 分の1イコール N 分の1を考えます。A 小なりイコール A の条件を入れて交差するので A の最大値を求めればよいことになります。したがって A の最小値を探します。A が整数で A1 大なり N なのでもし A1 イコール N プラス1が解となるなら明らかに A1 イコール N プラス1が最小値となります。 a1 イコール n プラス1とすると次のようになるので a2 イコール n カッコ n プラス1となりますよって確かに a1a2 イコール n プラス1 n カッコ n プラス1は解となりますこの時 a1 の最小性から a2 イコール n カッコ n プラス1の最大性が定まりますしたがって M2 イコール N N コプラス1となります M イコール3の時はどうでしょうか ?A1 分の1プラス A2 分の1プラス A3 分の1イコール N 分の1を考えます。A1 の最小解はやはり A1 イコール N プラス1となります。実際 A1 イコール N プラス1と置くと次のようになるので。 A2 分の1プラス A3 分の1イコール N 括弧 N プラス1分の1となります。この結果を M イコール2の場合に当てはめると、A2 の解の最小値は、A2 イコール N 括弧 N プラス1プラス1の時となります。A2 イコール N 括弧 N プラス1プラス1の時、A3 分の1を計算すると次のようになります。 よって a 三イコール n カッコ n プラス一カッコ n カッコ n プラス一プラス一となります。よってこれらのことから m 三イコール n カッコ n プラス一カッコ n カッコ n プラス一プラス一と予想できます。ここでこれまでのことをまとめると次のようになります。また m 三の予想は こうでしたこの予想を A2 1,2,3にに対しししてて表みましょうこの表と先ほどの表の下線の解を比べると一致しているのがわかります。ところで A1 の最小性と A2 の最小性から A2=M3 の最大性は言えるのかという一つの問題が考えられます。A1 A2 との値によっては A3 が最大とならならいかもしれませんここでは A=m イコール M はあくまで予想としていますでは m=4 の時を考えてみましょう。これまでの A1 から A3 の式から A4 は次のようになります。したがって m=nA1A2A3 イコール N A A A と予想できます。 ただし、A1、A2、A3 の最小性だけから A3 イコール M4 の最大性は言えるのかという問題が残ります。では、一般化するとどうなるかを考えてみましょう。この整数方程式の解の最大値 MI は、次のようになることが予想できます。さらに拡張するとどうなるでしょうか。 無限数列 AM を次の全化式で定義しますこの時次の関係式は成り立つのでしょうかいくつか証明されていないものが残っていますいくつかの予想を証明することができるのでしょうかそもそもこれらの予想は正しいのでしょうかぜひ考えてみてくださいこの講座で扱った内容は次の書籍に載っています Amazon で購入することができるのでぜひご購入よろしくお願いします 次回のテーマはストゥルムの定理の拡張です。実係数を持つ N 乗方程式 Fx 0コールゼが当たれた区間 AB の中にいくつ実数解を持つかを決定することをストゥルムの問題と言います。1826年にストゥルムによって完全に解かれました。そんなストゥルムの定理について考えてみましょう。それでは次回またお会いしましょう。